将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思っている内容を作成しました。藤井聡太竜王、名人の姿を追うカメラマン、番勝負の舞台の女将、地元東海機械の重鎮、将棋中堅の革命者、将棋沼にハマった芸人、女流棋士にして観戦記者、6人が間近で見て感じて魅了されたヒーローの横顔を明かしてくれた。ナンバー1044号、2022年1月20日発売の記事、目撃者の証言、私が見た王者、藤井、若杉一樹、読売新聞、レンズ越しに恐怖を感じた、を特別に全文掲載します。題、肩書きなどは掲載当時のもの。ナンバーウェブの記事です。最後までご覧ください。初めて藤井さんを取ったのは5年前、まだプロデビューしたての頃でした。29連勝をした日の朝に、対局開始の撮影に行ったんです。ものすごい数の報道陣の中にスーッと入ってきてお茶を飲んで一息つく14歳。慣れている僕らでもギョッとするような騒々しい現場なのに、これはただものじゃないなと思いました。ただ、将棋担当でもなかったので、それからは機会がありませんでした。2020年の竜王戦七番勝負をきっかけに将棋に関わり始め、久々に藤井さんを撮影したのが2019年2月のランキング戦、関西将棋会館での広瀬章人さんとの対局でした。いや、すっかり様変わりしていて驚きましたね。温情壇の間に入ったら、昼食休憩を切り上げた藤井さんが一人ですごく集中して考えている。その集中力の圧迫感が部屋を支配していて、覗き込んだレンズまで押し込まれるようでした。14歳の頃は周囲の圧に動じない非暴さだったのが、もう自ら圧力を発する側になっていました。対局中はマスク姿で、目は前髪でほとんど隠れている。普通の被写体だったら何を撮ったのかわからない写真になってしまったと思います。だけど藤井さんは違う。鼻も目も口も見えなくても、歴代永世名人の勝手軸を背負って考える姿がとにかく様になっていました。対局中、棋士の正面に回り込んだ時に一番怖いのが藤井さん。静かだからと安易に近寄ってみたら、とても危険な場所だったと気づくんです。猛獣の怖さというより深い崖を覗き込んだような怖さ。でも良い表情の写真が撮れるんです。怖いけど好きな場所ですね、あそこは。笑い。竜王戦では対局中もずっとリモートカメラで撮影する試みを始めています。藤井さんは考えながらもぞもぞ動いたり、頭に手をやったりするので、仕草や表情を追ったら面白そうだなと思っていました。やってみて分かったのは、盤上の優劣がすごく顔に出るということ。僕は別室で中継を眺めながら撮影しているわけですが、 AI の評価値が切り替わるのと藤井さんの表情が変わるタイミングが同じなんです。形勢が悪くなるともがくように考えて、良くなると自信が戻る。こちらが表情形勢判断をした後、中継の数字を見てみると実際にそうなっている。 AI 並みと言いますが、もう AI と同じなんですよね。ただでさえ長い集中力を要求される棋士の中でも、藤井さんはその集中が本当に深くて長い。そこが凄みだと思います。対局中は棋士の波が途切れたタイミングで動こうと思うのですが、藤井さんは全然途切れなくて、待っているといつまでも動けなくなってしまうんです。以前、考えている時にちょろちょろしちゃってすみません、と言ったら、と驚かれました。本人は全く気づいていなくて、シャッターオンがしなければ全然大丈夫です、と。僕が現在担当しているフィギュアスケートで言えば羽生結弦選手に似たものを感じます。羽生選手も演技直前の6分間練習など本当に集中している時は練習でさえ怖い。トゲトゲした感じではなく、ヒリヒリとした緊張感をまとっています。それなのに試合が終わると、途端ににこやかになったりする。
そんなところも似ています。藤井さんも対局後に話すと楽しそうに笑うし、笑顔も可愛い。本当にさっきレンズ越しに向き合って怖い思いをした人なのかなと。どれだけ素を見せてくれているかは分かりませんが、竜王戦の祝賀会に同行したりして僕が取ることに慣れてくれた感じはあります。例えば瀬戸大橋の見学中にふと目線を向けてくれて、こちらの意図を理解して付き合ってくれることがありますね。そのあたりの会話塗りはいい。やっぱりまだ重大なんだなと。普段はずっと年上の藤井さんの雰囲気で、たまに藤井くんが顔を覗かせる。そこがめちゃくちゃ可愛いんです。笑い。カメラマンとしてはドレスアップしていない私服姿を撮ってみたい。スーパースターだけど我々とも共通する部分がきっとあるはずなので、家でトーストをかじってるような日常の姿を見てみたいです。最後にお願いがあります。2023年の藤井竜王名人の八冠達成をお祝いし、また一般棋戦4つを再びグランドスラム、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て忘れずにチャンネル登録とメンバー登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。